はい、どうもどっしーです。今ですね、バイク屋さんに行って、バイクを受け取ってきました。直ってました。6000円ですね。5700いくらだったかな。6000円で直りました。最初からそうしておけばよかった？っていうか、まあ最初から壊れてなかったですからね。壊してなかったら、ハンドルだけ交換できたのかな。よくわからないですけど。で、今回出したらね、売ってたんですよ。55000円でアドレス V50 がね。で、私が買ったのは8万5千円だったんですけど、まあ、ただそれは、個別じゃなくて、保険込み込みで、乗り出しが8万5千円だったんで、まあ、だから、5万5千円に7千円ぐらいで、5万5千円だったかな？ 5 万5千円に7千円ぐらいつけて6万いくらとかなんですよ。でもね、全然、綺麗そうな感じでした。私が乗ってるのよりね。でね、今回言われたのが、なんかちょっとフレームが歪んでるっていうか、なんかこう、ハンドルが歪んでるみたいなこと言われたのと、あと、スタンドがもうちょっと穴が広がってるっていうね。スタンドに関しては、私前のビーノでスタンドがぶっ壊れて、スタンド交換したんですよね。1万円ぐらいだったかな。まあ、あれも多分1日で直るんですよ。交換すればね。で、あとはなんだ。ハンドルの歪み。ハンドルの歪みは、なんかさ、もともと、バイクの右側のさ、カウルが割れて、なんかこう、溶かしてくっつけた跡みたいなのあるんですよ。だから、なんか、倒したとか言ってたけど、結構派手にぶつけたんじゃねえって説がね、ありまして、ああ、そうなんだ、みたいなね、ことでした。だから、まあ、みたいなね。これ5万5千円安いっすね、みたいなこと言ったら、でもまあ、仕事で使うんだったら、まあ値段で選ばない方が、みたいな。選ばない方が、みたいなこと言われて、あ、じゃあ新車の方がいいっすかね、みたいな。新車で3年ぐらいで乗り換えてる人もいる、みたいな話ですね。まあ、バイクだと2年か3年保証があるんだよね。それで、どんどん乗り換えていくの方が、まあ、そういう安いバイクをこう直してたりすると、まあ、トータルでは高くつくみたいなね、話もありましたし、まあでもだからそういう風な安いバイクとか中古乗り継いでる人では、そのタイヤ交換、タイヤ減ってきたからじゃあ乗り換える、ね、みたいな、そういうね、こう、ぴょんぴょん乗り換えていく人もね、中にはいるらしい。まあ、確かにね、5万円でしょ、5万5千円でしょ、だってタイヤ前後変えたら2万円だから、まあ、その費用変えたらね、乗り換えもできるし、まあただ、その中古についてるね、タイヤはまあ新車ではないけど、新タイヤではないけど、水はあるみたいな感じですけどね。たださ、それもね、毎日乗ってるわけだし、お金があればね、私だってね、買うんですよ。高いの。ね、それに、借金札、クレジットカードがあれば、あ、でも5万5千円は現金特価だったけど、クレジットカードがあれば、私だってね、そんなね、パソコンみたいにさ、高いバイク買って、別に分割にすればよいでしょ？リボ払いでもいいですけど。そうすればいくらでもだって買えるんですよ。ただ私は現金しかないから、中古を買っていく定めなんじゃないですか。運命みたいな。まあ、たくさんあれの方があれかなと思うんですけど、ね、たくさんのバイク乗れて楽しいと思います。でも、まあ、アドレス V50 は燃費がいいですね。前乗ったバイクよりね。まあね、数々のバイク遍歴ですからね。何が一番良かったのかね、よくわかんないですけど、トゥデイが一番良かったのかな。でも2002年式だけどね。ビーノは、最初は良かったけどね。もう後半はエンジンが死んでたからね。もうすごいなんとかカーボン紙に悩まされて、最後の方なんかもう全然さ、信号変わってもさ、発車しないから足で地面蹴ってたからね。足で地面蹴ってたし、で、トルクがなくて、橋とかさ、登るときも30キロしか出なかったからね。もう乗ってる人が重いのもあるんだけど、そういう状態で最後ボーンって壊れたから。直す選択肢じゃなかった。でもだからさ、それはいいんですよ。B のは3万円だし、トゥデイも確か5万、乗り出し5万だったんで、まあ結構何年か前だけど、今回のやつ8万5千円だからね、そこそこいい値段してるんですけど、まあ物価が上がってるのもあるんですけど、物価高。インフレしてるのもあるんですけど、ねえ、ちょっと、あれだったな。いやだから、まあね、もう少しっていうか、お金が貯まったら、貯まり次第ね、私言ってたじゃん、ほら、駆動系のね、駆動系のパーツ交換しようかなと思ってたんですけど、もういいかな。だって、駆動系のパーツ交換で開けてみないと分かんなくて、4、5万かかるでしょ。それだったらね、5万5千円で、アドレス V50、まあ、いつまで売れ残ってるか分かりませんけど。つ ばつけとけばよかった。それ、でもいいかもしれないですね、5万5千円ね。ね。まあ、最近あまり売り上げがよろしくないのでね、毎日1万円稼げればね、それこそ、すぐ買えるんですけど。
そんな感じで、バイクね。まあ、1台でもいいと思うんですけどね。すぐ直る。パーツ取り寄せて、ね。パーツ取り寄せてもらって、すぐだって。今日1時40分ぐらい電話来て、なんか楽天なんだ、やっぱ着信気づかないね。なんだろう。気づかなかった。全然、OK して。お金もね、最初から頼めばよかったですけど。まあ、でもだから、グリップは、同じグリップでしたね。純正だからね。グリップは新品になりました。まあ、いろいろ。なんか、その、ん?だから今回の、去年の10月かな、買って、去年の10月ぐらいいろいろあったんですよね。まず免停になったのと、バイク買い替えたので、なんか、しかもその後さ、ほら、11月11日に佐賀に行ったりしたじゃん。あれさ、航空券買ったのにさ、母ちゃんにさ、行かなくてよくねって言われたからね。一週間働いてなかったし、行かないで働いた方がいいんじゃねって言われましたけど、行きましたけど。だから、それだったじゃん。佐賀でめっちゃ金なかったでしょ。佐賀でめっちゃ、佐賀、九州行ってめっちゃ金なかったんですけど。でも行った。それが10月ぐらいで。で、その後、後輪がパンクして、タイヤ交換して、まあ、今回の、なんつうの、グリップに関しては、俺がぶっ壊したんですけど。俺がぶっ壊したんで、別に問題ないんですけどね。はい。あとね、ガソリンメーターがね、たまにこう、反応しないときっていうか、入ってんのにゼロになるときがあるっていう、ちょっとその辺が微妙なんですけど。まあ、ただエンジンは快調ですよ。エンジン、たまにインストするし、たまにエンジンかかなかったりするけど、全然その、走る止まるには問題がないっていうのは、それで、なんだっけ。でしょ?で、だから、前乗ってた B のは、最後何やったかな?タイヤ交換したんでしょ?タイヤ交換は、まあ、やってればするじゃん。あと、あれだ、ベルト切れた。あとは、スタンド交換したし、ね。結構手入れましたね。もっと早く乗り換えてればいいのかもしれない。でもそんな乗ってないですよ、B の。1年ぐらいだと思うんですけど、2年乗ってないと思うんですけど。まあそのね、なんていう、山人号だったから、できるだけ長く乗りたいなと思ってたんですよ。譲ってもらったやつだったからね。で、まあ今回のは別に譲ってもらったやつじゃないから、なんもあれもないかなと。乗り捨てでいいのかなっていうような気もしますけど。新品はいいっすね。中古でいいっすね。中古で。でもだから今まではさ、だいたいほら、なんだっけ。グーバイクじゃなくてなんかさ、そういうさ、ネット通販で買ってるわけですよ。バイクね。なんだっけ。なんとかバイクみたいなね。今回はね、近くで買ってみようかな。今回は、別に最安値を追い求めずに、ね、近くのバイクで買おうかなと思ってますけど。なんか憧れますよね。バイクのお尻にさ、バイク屋の名前が入ってる。ベルウッドとかさ、書いてある。俺が昔、青さんから買ったアドレス V125 は、ね、豊洲のバイク屋のあれがついてた。新車で買ったから。でもそのね、中古のやつにもお尻にちゃんとシールあったという。でもなんでかな、なんだっけ。ね、A 買ったところは、貼ってあってます。そうだけどな、貼ってなかったな。安かったかな。あ、でも任意保険に入んないといけないか。そっかそっか。任意保険勧められるかもしれないね。まあ、でも任意保険も別に全然入ってもいいんですけどね。入ろうかな。なんとか共済のやつ。なんとか共済の月払いの任意保険。なんで任意保険入らないかっていうと、入るのはめんどくさいから。入るのはめんどくさいから、入ってない、ね。あとは、ま、年払いとかだと3万円ぐらいですかね。3万円だか5万円だか。3万円。結構めんどくさいですよね、入るのね。任意保険。そんなこと言ってらんないし。でもさ、これ、車でも同じことでしょ。じゃあ車買おうか、つって。車買っても、そのさ、中古の軽とか買った暁にはさ、もういろいろポンコツなわけだから。まあ大変みたいなね、話ですよね。原付も新車はあと2年みたいな話もありましたけどね。どうなるんですかね、2年後ね。2年後、原付がなくなったら、125を、なんていうの、ボアダウンして乗れるようになるのかね。でも高くなりますよね。もうさ、原付企画なんて日本だけだからさ、もう作ってるだけ無駄だもんね。日本専用モデルでしょ。日本以外ないっしょ。だからなんだっけ。インドが90だか 110cc で、台湾はでも125らしいからね。だから日本だけに作ってもね、意味ないし、しかも意味ないっていうかその排ガス基準がね、上がるから、もう新車で作れないみたいな話ですよ、ね。まあ私は中古車の人なんで別にいいんですけど。なところで、バイクは直って、昼はできなかったですけどね、今日夜は行ける。天気雨なんだっけ、今日行けるし、土日頑張ればね、別に昨日夜、今日昼ぐらいなんですよ。土日頑張り次第で。あ、大丈夫だね。天気予報、火、水が雨になってきて。天気予報大丈夫なんで、土日、
それこそね、1時間ずつぐらい頑張れば、なんとかなるんじゃないでしょうか。お金もギリギリあってよかったね。でも、ベースフードちょっとやばかったんで、ベースフード切っといた。結構さ、あれに縛りであれあれになるんだよね。なんつうの、サブスクみたいなやつだからさ。サブスクみたいなやつだと、こう、常にその、みたいなね。そういうあれになるでしょ。まあ確かにこう、そっちの月払いの方が安いんですけど、10% ぐらい。いや、そうじゃなくて、なんでお前いつもお金ない時に落ちるんだよ、みたいなのがあるんで、お金ある時に買いたい。ところに余裕があるときに買いたいと思うし、でした。